エオルゼア同盟軍は依然としてバエサルの頂上を占拠しており、接近する我が軍の部隊に対して敵対行動をとっております。先日も新型機の試験運用に出た部隊が同盟軍と思われる部隊と遭遇、交戦の末全滅しております。全滅？どのようにだ？はっ！同盟軍と交戦をしたのは我が配下の部隊になります。ただ一人負傷しながらも逃げ帰ってきた兵によれば、イーストエンドコンコーリンにて待ち伏せ攻撃を受けたようでして。聞くに足らぬ凡庸な戦だが、ただ一人の生還者というのは悪くない。生き残る悪運もまた力のうち、その者の命だけは狩らずに置いてやる。しかし我が第十二軍団に弱者の席はない。即刻飛ばしておけ。は、直ちに任を解き左遷しておきます。お言葉通り、蛮族相手に敗北を喫するような腰抜けは皇太子殿下率いる第十二軍団にはふさわしくありませんからな。ほう、腰抜けは必要ないか。素晴らしい見識だ。確かに後方で安穏としている腰抜けは必要ない。さて諸君、俺は未知の蛮神が召喚された後、あえてバエサルの頂上を放置し、エオルゼア同盟軍の手に委ねた。なぜか。それは、我が父君にして皇帝たるバリス陛下が、未だにエオルゼアへの進軍許可を下さらぬからである。なればこそ、我が管轄下たるギラバニアを領場とするため、エオルゼア同盟軍を招き入れたのだ。そう、狩りを楽しむためにな。弱き獣を狭き庭に放したとて、面白き狩りにはならぬ。好きにかけさせ、時に追い立て、警戒心を煽る。そのための我が猟犬が獲物に遅れを取るなどどしがたい。さて、優秀なる我が第十二軍団の将校たちに今一度問おう。誰か帝国への抵抗を続ける蛮族どもを駆り出す良き策を持っている者はいるか。この私に策がございます。口を挟むな、アラミゴ人風情が出過ぎた真似を。貴様ら現地民部隊は全帝徳が設立したもの。形式上軍議の末席に加えてはいたが、誰も貴様のような蛮族の助言など求めておらんわ。
そのアラミゴ人がアラミゴ人を狩ろうというのだ。幾分かは愉快であるわ。許す。発言せよ。はっ、申し上げます。Thank you.